ご視聴ありがとうございます。よしチャンネルです。パワプロ2022のペナントモードは、年数無制限となり、編成選手のドラフト参加も、可能となりました。今回は阪神 OB の、選手を再集結し、阪神を上昇チームに、仕上げていきたいと思います。主なルールはこちら。まず1年目はデフォルトで、進めます。野手はこちら。先発投手はこちら。勝利の方程式はこちら。1年目は4位。湯浅選手新人王。野手が軒並み低調。防御率1点台で2桁勝てないなんて。コーチ、スカウトはそう入れ替えします。矢野監督も転生を願って、優待です。初めてのドラフト。江夏選手。4球団競合。当たりードラフト2位はこの選手。ドラフト3位はこの選手。以上です。2023年に在籍していない選手は、泣く泣く自由契約にします。海外からの帰国選手はなし。ポスティングは楽天の松井選手。FA 交渉。西選手。打線強化するので許してください。最大限の誠意です。ありがとう。FA 保証です。自由契約選手です。早く転生してほしいからできれば、取られないでほしかった。糸井選手が殿堂入りです。晩年は怪我もあり成績下降しましたが、阪神に来てくれてとても嬉しかったです。井上選手と小畑選手を、メキシコリーグへ留学。2022年は残念ながら4位となってしまいました。江夏選手を獲得し、上昇への第一歩です。